フィギュアスケートジュニアグランプリ第2戦オストラバで好スタートを切っていた日本勢。日本時間9月6日夜から翌日の明け方にかけ、アイスダンス、リズムダンスとペアと男子のフリーが行われ、カホユーの鮮烈ジュニアグランプリデビューにサエルカのガッツポーズなどが飛び出しています。今大会のアイスダンスには日本からジュニアグランプリデビューとなる山下カホ選手と永田優斗選手のカホユーが参戦。カラフルで目を引く衣装で登場した2人は、いきなりレベル4のリフトで見ている方々の視線を釘付けにすると、その後も息の合ったスケーティングで魅了。昨年の国際大会を経て一段と技に磨きがかかった2人は、トップスピードを保ちながら技を繰り出しフィニッシュ。このリズムダンスには 51.24 点が与えられ、出場19組中6位となると、ファンの方々からは2人のジュニアグランプリデビューでの6位発進に称賛の声が寄せられていました。この2人の素敵な演技の後に登場したのは、前日のショートプログラムで7位通過となっていた清水紗恵選手と本田ルーカス剛選手のサエルカペア。ファンの方々が、ジュニアグランプリでアイスダンスとペアの両方が見られるとはと感傷に浸っていると、そんな方々も驚きの演技が。冒頭のツイストリフトで見せた2人は、月の光の曲に乗り、エレガントかつ力強いスケーティングと技を次々と披露。前日から修正されたデススパイラルなどで見せ、笑顔のガッツポーズが飛び出した演技には 91.33 点が与えられ、3位とわずか 1.25 点差の最終4位と大健闘。この日本の2組に感化されたのか、続く男子フリーに登場した海老原大也選手も自己ベストを更新する演技を披露。前日に最後のフリップが抜けてしまい7位通過となっていた海老原選手は、冒頭のトリプルアクセルでミスがあったものの、その後崩れず次々とジャンプを成功させます。また持ち前の流れるようなスケーティングでアバターの世界観を存分に表現すると、最後のフィニッシュの際にたまらず飛び出したガッツポーズ。このフリーだけなら4位の演技で総合 202.78 点と得点を伸ばすと、順位を2つ上げ最終5位でジュニアグランプリ初戦を終えていました。そして前日2位通過となり、昨年の世界ジュニアメダリストに挟まれていた西野大雅選手が29番滑走に登場。世界のトップスケーターと張り合うという緊張もあったのか、冒頭の4回転サルコーで転倒があると、中盤のトリプルアクセルでもミスが出てしまった西野選手。それでも最後まで諦めることなく滑り切った西野選手には、会場から大きな拍手が送られており、総合 200.23 点で6位という結果に笑顔はなく、キスクラでコーチに慰められながらも、きっと心の中では今回の経験を生かし次戦以降のリベンジを誓っていたことでしょう。日本では夜から翌日の朝にかけての競技となっており、この日本勢の熱い戦いを最後までご覧になっていたファンの方々からは、カップル競技への期待や男子の激しい表彰台争いなどがつぶやかれていました。詳細をご覧になりたい方は説明欄の URL からどうぞ。ジュニアグランプリでアイスダンスとペアの両方見られる日が来るなんて幸せだな。カホユーはのびのびと躍動感あふれるドアーズナンバーだった。衣装の色も素敵でした。カホユーは昨シーズンからぐっと上手くなっててびっくりだし、フリーダンスも楽しみ。めっちゃ良くない？スケーティングめっちゃ気持ちいい。リズムダンス6位でのジュニアグランプリデビューおめでとう。カホユーは昨シーズン海外の試合でも評価されてた。
国内の試合だけでは得られない経験が急成長につながってるのを感じる。サエルカはエレガンスな雰囲気で心洗われる素敵な演技でしたね。サエルカのフリーは1位とは少数点以下の僅差の3位だったんだね。素晴らしい総合4位おめでとう。なんて美しい月の光。サエちゃんのふわっとした柔らかさを繊細なルカ王子が包み込むという感じで、このペア最高すぎるんですけど。サエルカが今後どんな成長をしていくのか、ますます目が離せませんね。サエルカ4位入賞おめでとう。これならジュニアグランプリファイナルの可能性も十分あると思う。サエルカは流れがすごくシームレスで、これで技のレベルや精度上がったらえらいことになるのでは。成長著しい2人に期待です。エビハラくんのガッツポーズに思わず私も一緒にガッツポーズしちゃった。冒頭の 3A で詰まった以外は全て P。 気持ちのこもった見事なパフォーマンスで渾身のガッツポーズだったね。エビハラくんの本当に素晴らしいアバター。最初のトリプルアクセル以外加点のオンパレードになってて、そりゃあれだけのガッツポーズ出るよなって。西野くんの攻めた演技はきっと次戦以降につながることでしょう。果敢に攻めた滑りで今大会最高のスピードとフローと解説も絶賛。勇気沸かせる演技でした。コレオの転倒が痛々しかったが、最後まで速くかっこいいプログラム。解説のジェイソンもとても速い、そしてパワフルだって驚いてた。